皆さんこんにちは、えー、レックセニ講師弁理士のノートです、えー。今日は、えー、論文プラチナサーティワンデイズ、えー、書き方習得編の紹介をさせていただきたいと思います。えー、2、3年前にですね、えー、このプラチナサーティワンデイズの まあ書き方編ということで、まあ、ちょっと期間限定だったんですけども、えー、発売をしましまたでたくさんの方にまあ受講していただきましてで、まあ、ちょっと販売がもう終わってしまったんですよね。でまあ,あの改正対応だったりとかあとまあ受講生の皆さんからまああの声をですねいろいろいただいて。 でまたちょっと新たにあの予防を受けてという形で、えー、実施することになりましたで今日はですね、まあ、この講座のまあ紹介ということで、まあ、どういう目的でどのように使っていただきたいのかとかですねで講座のそのまあレジュメとかそういったこともお見せした上でですね、えー、ちょっと紹介をです、ね、させていただきたいと思っています。 でまず、えー、まあチラシにもねいろいろ書いてあるんですけども今回まあこの講座の最大の特徴はまあ、タイトルにもあるんですがサーティワンデイズということで、えー、31日でまあ、論文のですねまああの書き方といってもそんな初歩的なところではないです実際まあ本試験に通用するくらいのレベルを考えてますし。 で扱う問題はもう本当日本試験レベルの事例問題ばっかりなので、えー、非常にまあレベル高いんですけども、まあ、そういうあの問題にも対応できるような構成力ですねあと答案作成力そういったところをまあ1日1時間で31日で完成させましょうというようなあのスケジュールになっています。 1>, で1日1時間と書いてあるんですけど、まあ、ただですねこのプラチナは、えー、スケジュールねチラシの裏面見ていただいたら分かるように大体こうインアウトインアウトってまあ、インプットアウトプットってことなんですがこれ交互になっているので、まあ、あの最後の方はちょっとこうねあの一緒にしてたりとかしてますけどもだいたい半分に関してはアウトプット回なんですよ。 でですので、まあ、実際自分で書いてでそしてまあ解説を聞くっていうトーレンスタイルの方がまあ皆さんのためにもなりますしでインプットでまあその回の書き方そのテーマに沿った書き方解き方ですねで構成の方法そういうのをまあレクチャーしますね。これも事例モデルを使ったレクチャーなので完全にその知識のインプットというよりも書き方のインプットって感じですかねそれをやっていくんですね。 ですからあの半分のまあ単純に言うと15回分ぐらいはまあ、事前に1時間ぐらい書いた上でで解説っていう形になるので単純に31時間だけ確保しとけばこの講座がマスターできるわけではまあ実際はないんですよ。うん、ですからまあ 31日よりも、まあ、そうですねアウトプットの回にベッド演習の時間を入れるとして1日時間だと、まあ、45日ぐらいを、まあ、に1か月半くらいをめどにまあ考えておいていただければあのアウトプットも充実した、ね、効果が得られるんじゃないかなと思っています。 で、えっと、インプットとアウトプットの並行学習で、えー、学習のプロセスですねを一から無理なく習得できるということなんですけどもさっき言ったようにインプットっても完全なその知識面のインプットという形ではなくてちょっと2日目のあの事案解決型のテーマの。 インプットのレジュメ、まあ、肉の2とか、ね、39条とかそういったものの絡みで拒絶理由を見つける系統の問題も「事案解決系と呼んでるんですけどもそのの事案解決系の問題ですねでそれについての、えー、とレジュメなんですけどどういうものかというと、まあ、こういう感じで、まあ、まずその過去問をですねそのパターン別の過去問を扱っています。でこれはまあ27年度の問題1の問問題題が、まあその のううの判断の問題だったので、まあそれを持ってきてきいますでそれに対して例えばねあのどういうものを答案に表していくのかっていうちょっとこう穴埋め的なものの答案構成のチェックテストになってましてでそれはまあ解説を聞きながらどういうことを答案構成用紙に書いていくのか、まあ、どういう知識が 前提として必要になるのかってことのチェックシートを行い、そしてまあ実際じゃあそれを今度は回答に対してどういうね書き方にしていくのかっていうような感じになってます。で、まあちょっとその問題のパターンによっていろいろプロセスシート違ってくるんですけど、例えば同じ。 えとまあこれ2日目のインプットのねレジュメその続きなんですけども、まあ、例えば大把握がちょっと難しい問題だと、まあ、実際聞かれているものっていうのはどういうものを聞かれているのかっていうところで、うん、例えばこれは、まあ、拒絶理由を有するか否かっていうふうに聞かれている問題なんですね。でそうすするると拒絶理を有かか否か って聞かれてるから、まずはまあ正確にまインデを拾い、何を検討するのかってことを決めていかなければいけないので、まあ、出願が因縁になるものっていうのは肉の2と39条だから、x と y との関係で拒絶量を有するかどうかって聞かれたら、まず何を皆さんとしては検討しなきゃいけないのか？って言うと、肉の2と39条の拒絶量を有するかどうかを検討せよっていう問題に置き換えることができるわけですよ。で、そういうこう大の取り方ですよね。 で具体的に今回は優先権主張では伴ってるから優先権かかることでじゃあこの辺のね拒絶力検討にどういう影響があるのっていうと優優先先権権ののの主張ががまず適法なななとと余計満たさないい利益が得られないそうすると時計権の判断基準値が変わりますから、まあ、これがどうなのかっていうことをまず検討するべきなのかとかですね。 で先の菅がん取り下げ規制されちゃったら線画の地を失うのでそうすると39条を影響しますよね。でそういうようなことの段の取り方、まあ、皆さんがどういう思考でその答案構成をしなきゃいけないのかっていうようなことを、まあ、こうちょっと説明しているような感じなんですね。で,で実際、まあ、答案にこう結びつけていくと、まあ、答案構成を通じて結びつけていくっていうようなインプットなんですよ。ちょっとあんまりあの全部をねこうお見せすることはできないんですけどもプロモなので。 うんだけどもだいいいたた雰囲気かかっていただけたんじゃないかなと思いますですから単にその知識のインプットっていうのではなくてあのインプットと言っても書き方どう書きかどう構成するのっていうような構成の仕方だったりとか、うん、例えばですねこの措置問題のインプットなんかだとね事案解決系と何が違うかというと準備が必要なんですよ。 今の事案解決系は単に担当知識があって踏,む踏めるプロセスがあれば、あのもれなく検討し、回答出していくことができるわけですよね。で、その過程で私の場合はまあ総,総当たり表っていうような。名前つけてる。 基幹、ね、講座を受けられてる方は知ってると思いますけどもあの縦,のと縦軸のところに、えっと、因鑗になるものを拾って横のところに29条1項2項と29の 2, 項2項と39条で,で表を作ってでこうあのマス目を潰してで検討していくっていうちょっとこう理系的なアプローチをするんですけども、まあ、それをこの事案解決では案構成で使いますよねでなのであまりじ事前に準備することがないから、まあ、結構あっさりと あの二日目のねインプットは終えれると思うんですよ。で、この特日の例えば三の四日目のこのインプットっていうのはあらかじめの準備がすごい大事なんです。うん、何の準備するんでしょう、うん。措置問題っていうのはその場面場面でいろんな措置問題がありますけども、その場面で取れる措置というのは有限なんですね。無限にあるわけじゃないんですよ。で、さほど多いわけでもない。ですから。 まずそののどんな措置があるの例えば拒絶る通知に対する措置だったら拒絶るの検討から始まり意見書補正書分割て、ね、変更で国有のの別出願放,棄放置取り下げっていうのがあるわけですよでそれをまず頭に入れといてで今回の問題では例えば特許法上って言われてるから、ね、変更出願なんかはダメだしで特許を取るためにって言われていたら法規放,放置取り下げ諦めてしまうのでダメだし。 で例えば日付を見て1年過ぎていたら「国夜無理だよね」っていう形でこう消去していきながら取り得る措置を残すでその上で今度は順,順番とか記載量調整して上げていくそういう形に持っていきましょうというのがこの措置のインプットなんですよカンニドねですから例えばこの回のインプットレジュメは措置問題対策のチェックリスト。 拒拒絶絶理由ももそそううだし無効審判請求,するあの請求された場面無効審決を受けた場面そういう場面のチェックリストを掲載してで今度は拒絶理由通知に対する措置だと例えば補正ってどんな要件があるの分割ってどういう要件があるのっていうのを まあそれぞれのレジュメで見たことあると思うんですけどそれをこう集合させた形のレジュメを用意してますので見開きで全ての措置の,もうその主要な書かなきゃいけないようなことが書いてあるようなレジュメを使ってまずまあそういう準備をする措置の準備をしといてでそれからじゃあさっきのと同じですよ箱もを使ってその,あのプロセスチートでどういうふうに組み立てていくかというようなあの形を作っていくそういう,こうインプットの回になっています。だから まあここよりもこの4日目の方がすごいねこうアプローチとしてはすごく何て言うのかなあの特徴があると思うしあとはね特徴がありそうなのは意証法のこの登録要件の判断とかですねあのちょっとマトリックスの表みたいなのを使ったりして準備をしたりで利用定食だとフローチャートですね私の,その,あの独自のフローチャートを使ったりとかしながらインプットもそれぞれの回で。 皆さんがそのシステマティックに構成ができるような形を持っていきたいので、まあ、そういう,こうツールを使いながら書き方のインプットををししててていいいくっううようなことと目的としていますでそういう形でまあ半分インプットしてでそれでまあその自転車と同じですよね自転車乗り方を覚え,あの覚えて、ね、こういうふうに乗ろうっていうふうなことを教えてもらったとしてもじゃあ実際乗れますかって乗れないじゃないですか。 ねやっぱりこう試行錯誤しながら転んだりとかしながらだんだんこう乗れるようになるわけですから実際乗ってみないと自転車って乗れないですよね私はあの二二三年ぐらい前の受講生の方にはね言ってたんですけど自転車が乗れなかったんですよで今過去形で言いましたよね乗れるようになったんですよ、うん、で先生自転車ねなんか乗れないのに まあね、こう自転車のれ出すって言って実際じゃ乗ってみてねその乗れるようにあのなったらすごい説得力あるのにみたいな、ね、ことを言われたことがあるんですけど過去の受験生の方に。で本当乗れるよようになりましたよ、うん、いやもちろんねそのあの乗れるようになるまでは実際乗って練習をしてっていう形で頭では分かっていても、ね、頭ではこう、ね、ハンドルを曲がってたら やっぱり転びやすいしとかある程度スピードついてないとやっぱりこうハンドルをねくねくねってなっちゃうしとかね頭で分かってても実際やっぱり体使って練習しないと乗れるようにならないですよねでそれと同じなんですよね論文もやっぱりいくらこう書きましょうこういう風にするんですよこうしててこうやりますよって言ってふんふんって分かっても実際じゃあはいどうぞって言って一発で書けるようになる人なんかいないですですからその習ったことが実際 でこう演習としてできるようにするっていうことがやっぱり大事なので、インプットの後にすぐアウトプットを持ってくるねその範囲のまあ、鉄はね熱いうちに打てっていうのと同じでその範囲で習ったことを同じタイプの問題で確認するっていうことをやっています。ですからあのそういう形でその進められるっていうことは。 まあインプットとアウトプットの並行学習の,まあ、ね、あの効果を得るためにすごく大事なことなので、えー、まあそれをですね実践してまあ31日を過ごしていただくとでその方がね自分としても多分負担がないんですよ。もうインプットばっかり例えば10日間とか15日間終わってでじゃあアウトプットまた15日間ねやるかっていうとですね多分辛いですよその方が。 でやっぱりその担当の勉強もそうだし論文の勉強もそうなんですけどもあの楽なもんではないので、うん、いかにやっぱり自分のそのマインドコントロールというかごまかしながらその中でもちょっとこう楽しみを見つけながらやれるかっていうことが大事だと思うんですよね。でまあたった31日だと思うかもしれないけど毎日毎日やるっていうことはやっぱりすごく大変なことだし、うん、でまあ毎日毎日私の顔を見るわけですから。 ね、またたた出てきたよみたいな、ね、感じにやっぱり20日目ぐらいにはなると思うんですよねでその中でやっぱりこう一つ一つ、ね、こうテーマを持ってでしかもインプットとアウトプットをこう繰り返しやる交互にやることで、まあ、そのモチベーションっていうのもこう高いまま、ね、こう維持できるような形で工夫をしているとそういうあの目的もあります。であとはまあさっきちょっと言いましたけどもその問題のパターン分けをするっていうことですよね。 実際アプローチの仕方やその組み立て方がやっぱり違いますからあのこれちょっと科目を一緒にしてる表なんですけどもパターンとしては事案解決それぞれのねところですよねでえっと措置うんと措置措置ですよね。うん、でえっと 論述ですね論述まあ侵害になるかどうかとかまあいわゆるそのね判例の問題だったりとかそういうものですよね。であとと手手手続続続きききでですよね手続き手続きでえっと、まあ一生はちょっと手続きはこの措置とちょっとね区別ができないようなところがあるんだりですし、ですしで商標に関してはまあ審判という名前をつけてますけどもまあ、手続きまたですよね。うん で、えっとあとちょっと条約絡みのところを今回少し強化しています。えっと条約はやっぱりあの免疫があるかどうかでだいぶ変わってくるので、えー、ここのところが条約なんですね。この。この部分が条約なんですけど。 まあ実際条約は PCT と窓プロを扱ってますけどそれぞれのところにパリ優先とかちょっと出てきちゃうのであえてもう PCT と窓プロに特化してます。うん、で、えっと、あとはまあちょっとプラスで実案ですかね実案絡みのものって今だかってねちょっとまあ出にくいのは出にくいんですけども出た時にやっぱり困るので1回分でもインとアウトを済ます形でえっと作っています。 1> で1行問題をこの,あの特許と商標の条約のところにもちょっと入れてまして今一行問題でで条約絡み出るじゃないですかで、まあね、特許法条約の趣旨が出た時には私たちもやっぱりびっくりしましたけど受験生の方のど、まあ、動揺はいかほどかっていうのはねやっぱりこうあの想像にかくないところで。 ななかなかやっぱ免疫がないものっていうのは書きづらいしでジャストフィットするものが準備しているところとジャストフィットするものが出なくてもある程度ねやっぱりこうこなしていけばあの、まあ、そこの類似範囲ぐらいまでに入るものが出た時にもそんなアレルギーを起こすことはないんですよね。ななんんとなくかけちゃったりするんでするでよだけども本当にやっぱり新規なものに出会った時にやっぱりこう,もう筆が止まってしまってでそれでなくてもやっぱり特実っていうのは。 あのどうしても時間不足っていうのが怖いじゃないですか1時間1時間でね2問だから。でその中でやっぱ筆を止めてしまって、ね、2分でも3分でも無駄にするっていうことはやっぱりあってはいけないことなのでちょっとねその皆さんの、まあ、安心感を得るためっていうところもあるしである程度の,その準備を固めておくっていうことで応用が利くこともあるので。 えっとこの二回分に関してはあの一行問題対策もちょっと行っています特別にインプットレシメの方に入れていきますで後のところでもあの普通に一行問題は結構たびたび出てきますもう一発目とかねこの辺の措置の回なんかでも出てきますしあの事案解決の回でもあの設問の一個分ぐらいは必ずやるっていう形であの。 まあ必ずっていうのはちょっとないかもしれないですけどあの必要なものはその回であの出てきますので、まあ、一行問題対策も全くねこうあの困らないような形で持っていきますからあの十分に全ての、ね、こうパターンに関して触れて、えー、型をマスターしていけることができるんじゃないかなと思っています。うん、で えっとなのでまあこの今ねあの3つポイントってものを挙げましたけどもまあそういったところを特徴としていてでまあ、その講義のね進行法っていうものもここにちょっと書いてありますけどもまあ自分で書き込みを行った上で解説を聞いていただいた方がまあいいんじゃないかということですね。ああととはまこ、あ、これを繰り返すっていうところでその そのなんていうのかなインプットとアウトプットを繰り返すっていうこともそうなんだけどもあとはやっぱり1回でできるかっていうところもあるんですよ実際だから31日かけて全部やりましたで、アウトプットの回は例えばあらかじめトーク時間も入れてでも実際45日かかりました、うん、でもね私はね45日かけるんじゃなくて31日の中でアウトプットの回だけに2時間取るっていう方がいいと思ってるんですよ 要は解いてすぐ解説聞いた方が何を自分が戸惑って、ね、何にちょっと困ったかみたいなところが鮮明にある方がいいじゃないですか。ですからねやっぱりその45日っていう長丁場でもいいんだけどもできればまあアウトプットの会話はまあ2時間とかでやるっていう方がいいんじゃないかなというふうに思いますね。でそういういいい形でででやっててただいて31日でできれば これを今度直前期にも31日回してもらいたいんです。それがかなり効果的だと思う。あの実際受験生の方があのよくね合格祝賀会とかでまあ期間講座のねことをいろいろねこうお話するってされることは従来からあったんですけど、こういうちょっとこうゴールドウェブなんかのねオプション講座に関してま受験生の方がすごい印象。 がね、強くて「で先生あれよかったですよ」って言ってくれるっていうことって、まあ、今までそんなにこう特徴あるものを出してこなかったのかもしれないですけどもそんなになんかねあのお話しいただくことってないんですけどもこのゴールドウェブのこのプラチナ31に関しては祝賀会の時に本当にたくさんの方からいただいたんですよ。 でその中でね皆さんおっしゃってたのはあの担当が終わって論文本紙までって40日あるんですよね。でその中で回せるっておっしゃってくれたんですよね。要は31日31時間だからこそ、まあ、それができるわけじゃないですか。 うん、これがね大きな講座で本当に1コマ3時間で,で30コマとかねあるようなその中上級の講座を全部それで復習しますみたいな感じだと1日3時間かけて、ね、聞くだけでもそれぐらいかけてってなるととてもとてもそのたくさん何かやらなきゃいけない直前期に回すってことはなかなかできないわけですよ。 ですから、まあ、中には直前期に慌ててね買ってでそれで間に合わせたっていう人もあのいらっしゃいましたけどもあのやっぱり多くの方は一旦やっぱりその本誌の直前期に突入するまでにあのやっておいたので。 次はもう本当に31時間でできたみたいなね。インプットのところをカットしたアウトプットの回だけやったとか。まあそういう風うな使い方もいいのかなと思いますので、ま是、あ、非あの直前期までね。あの有意義に使えるものとしてやっていただければなという風に思っています、うん。で、あとはあの今回ちょっとパワーアップしたのがこのイントロダクションの回なんですけど、まあ、ここにあの？ まあチェックリストだとかいい、まあ、いろいろこう書いてありますよねでこのチェックリストっていうのはあのそれぞれの,あの回のところで、えー、やっていくのでちょっとこの中にあのは入れてないんですけども、えー、と言葉の使い方とか少しだけお見せできるかな。 うんあごめんなさいこのチェックリストはあれですねそれぞれの回であのいわゆる対策チェックリストは入れてるんですけど自分のその論文対策ってアウトプットの部分が悪いのかインプットの部分が悪いのかっていうことのそそののなんですかねその見極めチェックリストっていうのをやってるんですよ。で要はね 例えば問題文の,その読むスピードがすごい遅いんですっていうようなことをよく言われるんですけどそれってある程度はまあその書き方をねマスターすることであの対応できるかもしれないけど多くの問題はそれインプットが不十分だから問題文を読みなながら考え込んんででしまっったたりり、まあ、無意識のうちにやっぱ遅くなったりとかするんでするよで自分の知識の中でパッパッパッパ反応できるようなものであれば。 あの問題文を読むスピードって上がってくるので、まあ、そういうところのちょっとこう勉強していただきたいということでこののの言葉の反応力テストっててものも入れてあります例えば初っ端のところに書いてある「従業者」って来て、ね、ふーんって <laughs> 読み飛ばすんだったらやっぱり職務発明とかそういうところについての知識薄いってことですよ。 従業者やっぱ反応力欲しいわけですよね。でそういうちょっとその反応力テストを通じてちょっと知識をねやっぱりこうちょっとあの、まあ、増やすというか整理してもらうっていうようなものを入れてあったりとかであとはその論文だからこそちょっとね気,は気をつけていただきたいんですけどもあの言葉の使い方ですよね。言葉の使い方、うん、で言葉葉のの使使いい方方でが あまり良くないっていうことも結局インプットの問題なんですよ要はそういうところでチェックを受けるっていうのはほとんどインプットの問題なんですよだからそのどっちに何が自分であるのかでそれがアウトプットを強化することなのかインプットを強化することなのか解消策ってどっちにあるのっていうことをまあ見極めていただきたいチェックリストを入れてあります あとはまあさっき言ったようにこの言葉の使い方テストもあの前回こうリリースした時の,あのテストよりもだいぶちょっとあの数を増やしていてというのはまあその採点すれば思うんですけどその言葉の使い方がまずいばっかりにあ分かってないんじゃないかなっていう,そう採点者の筆を止めさせることって結構あるんですよね。ですからそのの言葉の使い方チェック をしていただくことで実際それが分かってるかどうかのまあ、メルクマールになる例えば利用とかっていうのは創作物に新たな創作を付加することを利用と言いますからまあ、当然その創作法にしかないわけですよねか創作物を利用するわけだから例えば特許権を利用するって言葉はダメなわけですよねで特許発明を利用するで一証を利用するんだって遺証権を利用するわけじゃないでしょ 定職は権利と権利利とのぶつかり合いです同じ対象物に対して、まあ、見る方向とかそのどう何を保護したいのかっていうところが違うからこそそのある権利の種類が変わってくるっていうのが定職なので物同じなんだけどそのある権利の種類が違うっていうのを定職とすれば意証権と商標権が定職するっていうような言い方が正しいわけですよね。 ですからその本責なことがちゃんと分かってるかどうかっていうことは言葉遣いに出てくるのでその根拠条文あえっと、うん、その言葉の使い方テストっていうのはそういうところのちょっとこうチェックをしていただくってことをあとはこの根拠条文ですよねあの。ここに出てくる根拠条文のものもかなり前回よりも数を増やしてえっと まあ、これってね条文見て書けるよようじゃダメなんですよ、うん、条文見ずに条文番号を入れれないとダメなんですよ。うん、でこんなのをやっぱりねこうパパパパ入れれるようじゃないと対応された条文を開きながら書く絶対時間足らなくなります。うん、そういういことですよですから実際その答案構成時間特日15分ね意証書表30分の中で。 解いていてく中であの何に時間を使っていくのか根拠条文を調べる時間なんていうのは最後の確認時間、ね、ちょろっとしたところで不安なものを確認するぐらいであって構成段階でその、ね、見ながら書くようじゃやっぱり受からないんですよね実際。ですからそういうところもちょっと含めた上でのこのイントロダクションで。 このイントロダクションはちょっとその論文の講座としてはかなりちょっとこう特殊な感じの,あのものだと思うんですけどもまあ自分が自分に何が足りないのかっていうことをねあのまあ確認するための日っていうのかな。でそれによってその2日以降のところでまあ何を重視して。 勉強しななきゃいけないけのか例えば1時間プラス30分ロムの勉強をするとしたらその30分でインプット面を強化するのかアウトペット面を強化するのかとか、まあ、そういう目安にもなってくると思いますので是非、まあ、有意義に使っていただきたいあの1日目になります。 だからまあ1日目はもしかしたら人によってはさらっと終わらない可能性ありますよね。初っかかから1時間以上っかかったよっていう声がねなんかいっぱい聞こえてきそうですけどもあのぜひね頑張って、えー、やっててやいいただければと思いますでまたねあの通信なのでねどういう受講生の方が受けていただいているのかっていうことはちょっと分かりづらいところはあるんですけどもまああのね期間講座でお会いした時とかね あと、まあ、祝賀会とかであの、ね、ごすごく良かったよっていう声がね多く聞けるように、えー、これからちょっと頑張ってね収録していきたいと思いますので、まあ、ぜひ、えー、利用してみてください。はい、ではあの皆さんがね、えー、この講座を通じて論文の書き方を習得されてそして見事合格を、えー、勝ち取ることを祈っています。では、えー、皆さんさんようなら